今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。磐越西線快速会津号郡山行きです。止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の磐梯町には3時53分に着きます。猪苗代4時8分磐梯熱海4時34分菊田失礼いたしました。磐梯熱海の次は終点郡山です。郡山には4時54分に着きます。列車は1号車を先頭に6両での運転です。全車両が指定席です。本日指定席券はすべて完売となっております。車内での発売は行いませんのでご了承ください。続いて JR 東日本からのお願いです。車内はトイレ、デッキを含めまして禁煙です。携帯電話、スマートフォンはマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。ただいま JR 東日本では安全総点検を実施しております。網棚の上や足元など車内で不審物や気がかりなことがございましたら、お近くの駅係員、車掌、または警備員までお知らせください。お客様のご協力をお願いいたします。担当車掌は会津若松運輸区の池田です。次は磐梯町に停まります。ご利用くださいましてありがとうございました。あと4分ほどで郡山終点です。2番線に着きます。出口は左側です。お忘れ物なさいませんよう支度の上お待ちください。郡山駅からの乗り換え列車をご案内いたします。東北新幹線上りやまびこ52号東京行きは新幹線ホーム13番線から17時5分、新幹線下りやまびこ57号盛岡行きは12番線から17時2分、その後やまびこ145号仙台行きと翼145号新庄行きは12番線から17時19分の発車です。新幹線をご利用のお客様にお知らせいたします。東北新幹線は16時5分に福島県沖を震源とする震度4の地震の影響により運転を見合わせておりましたが、4時11分に運転を再開しております。ただいま上りの新幹線に最大で14分ほどの遅れが発生しております。新幹線をご利用のお客様は駅の放送案内や電光掲示板で運行状況よくお確かめの上ご利用ください。東北新幹線4時11分に運転を再開しておりますが、上り線の東北新幹線上り列車で最大14分ほどの遅れが発生しております。続いて在来線です。東北線上り黒磯行きは5番線から17時30分、東北線下り福島行きは4番線から17時13分、磐越東線小野荷町行きは6番線から17時45分、水郡線水戸行きは3番線から18時19分の発車です。なお磐越東線小野荷町行きは終点の小野荷町駅で岩木行きの列車に接続となります。
今日も JR 東日本快速会津号をご利用くださいましてありがとうございました。磐越西線のまたのご利用をお待ちしております。まもなく終点郡山です。2番線に着きます。出口は左側です。お忘れ物なさいませんよう、今一度身の回り棚の上をよくお確かめの上お降りください。